はい、えー、今回ね、芸能界の闇ということで、あの、モデルのマリエスさんがですね、まあ、命がけとも言えるような枕営業の告発をなさいました。島田紳介さんとか、あと、出川哲郎さんという方の実名でですね、こう、自分のメディア、インスタグラムのライブを通じてお話しされてるんですけども、いや、これはやっぱりあり得ることだなと思いながらも、こういうふうにね、実名で出てきてくださる方が、 やっぱりこう、現れ始めたっていうのはインターネットの力ですよね。これに対して、例えば出川哲郎さんの事務所では、まあそんな事実はないというね、なんとも弱々しい、え返、ー、信になってますよね。あのすでに出川哲郎さんは全 CM、全出演、なくなりまして、大きな被害を受けてるわけなんですよ。ですんで、この損害賠償、これが事実だとすればね、事実だとすれば損害賠償請求できない。だから、 反撃のコメント出すのが精一杯だという今の現実なんですけども、いや本当に事実無根ならね、これ損害賠償請求をしたりとか、出川哲郎さんが出てきて、まあ本人がね、訴えるっていう場面はいくらでもあるわけですから、できるわけなんですよね。そういうことを見ても、このマリエさんの報告ってのは、いや本当なんだろうなと思う部分が大きいですね。信じる信じないは個人個人の問題になりますけども、私はね、 うん、やっぱあり得ると思いますし、実際にマリエさんではない例を何例か、まあ、知ってますんで、また出たかって感じですよね。まあ、それではね、マリエさんの実際の音声、動画、こちらの方は動画概要欄に URL をつけときますので、こちらの方を削除される前にご覧ください。怖いですね。